はい、今回はこちらのちっちゃいエイリアンですね。まあゲームボーイカラー専用カートリッジですが、作ったのはクリーチャーズです。まあクリーチャーズといえば、まあポケモンで有名でしょうかね。ちなみにポケモンはですね、任天堂、クリーチャーズ、あとはゲームフリークの3社が著作権でしょうか持っています。そんな流れもあって、ポケモンのね 3D のモデリングなんかも担当していたりとかしています。まああとは NHK のみんなの歌なんかにもたびたび出ているようなんですが、あとポケモンカードでしょうかね。まあそんなクリーチャーズが手掛けた、まあクリーチャーズはですね、大抵まあ任天堂ブランドで出したりポケモンブランドで出すんですが、今回のこちらはですね、珍しく自社のブランドで出したものです。まず出てきたのがこちら、謎なんですねそしてマニュアルですね、取説です。まあこの時代結構分厚いですね。そしてこちら本体ですね、本体のカートリッジ、特殊カートリッジというだけあって、普段のねゲームボーイカラーカートリッジとはちょっと違うといった感じでしょうか。乾電池を入れる場所があります。裏側、型番がありますね。この型番はですね、特殊なカートリッジに付けられています。ランブルと書いてありますので、振動カートリッジです。単4電池1本で駆動というものですね。まあゲームボーイカラー専用なので、スケルトンのパッケージになってます。このソフト発売がですね、2001年2月ということで、ゲームボーイアドバンスの発売目前だったんですよね。この赤外線ポートにね、飛び込んでくる赤外線をキャッチして、ちっちゃいエイリアンをまあキャッチするというものです。次はこのね、プラスチックの謎の塊です。こいつはですね、実はここ赤外線をね、うまく集めるためのカバーなんですが、まあちょっとしたこう対談かなんかで出ていたお話によると、こいつはですね、特に赤外線をいっぱい集める効果はないそうです。あくまでも雰囲気を出しているだけということで、まあ同梱するかどうかというのをね、非常に議論されたそうですが、まあ社長がぜひ入れようということで、まあ同梱されたという逸話が残っています。では早速ね、カートリッジを、あれ、このね、オレンジのやつ、スペクトラムコミュニケーターというものなんですが、引っかかってダメですね。先に単4電池をセットしておきましょう。そしてですね、実はこのスペクトラムコミュニケーター、このように横に動かせましたでカチャッとロックする、完璧じゃないですか。ではですね、電源を入れたいと思います。電池バッチリ入ってます。スイッチオン。さあどうでしょう、クリーチャーズ、ちっちゃいエイリアン、省略してチャイリアンと呼んでましたね。汗がついてしまいました。興奮してきました。最初はですね、オープニングデモですね。結構ね、内容が複雑なんで、しっかりデモは読んどいた方がいいかもしれません。何をやるか最初トンチンカンでした最初ジャンクで購入したんですが、まあ起動してみたものの、何をやっていいか全然分かんなかったんで、まあ買い直したというものです。まあ暗黒物質、ダークマターなど、まあちょっとね、専門用語というか理系用語、あ、ちっちゃいエイリアン、このカートリッジはゲームボーイカラー専用です、だって。いや、これゲームボーイカラーなんですけどね、ちょっとね、 IPS 液晶に乾燥したモデルですので、もしかしたらなんかチェックで引っかかっちゃったかな。まさかこんなことが起きるとは思いませんでした。ゲームボーイカラーを使ってるんですが、何らかのチェックが入っているのか、カラーじゃないよと言われてしまいました。なんてことだ、なんてことだ。そしたらちょっとね、ランクを下げて、こちらもバックライトなんですが、TFT 版です。
iPS ではなくて TFT 版どうだ。始める。あ、普通に先に進んでる。一体何が起きているんでしょうか。うん、こちらで起動すると問題なくいくな。 iPS 版何らかのチェックが入っているのか何なのか、先に進まなかったな。もう一度確認してみたい。スイッチオンと。どうなんでしょうね、細かい検証までは多分できてないと思うので、こういったねダメなものが出ちゃう。あ、行きましたね。あれ、さっき止まっちゃったんだけどな。動きますね。もう一回。始める。あれ。また最初のオープニングデモになってしまった。もう一回。あららら。ら、始める。あ、デモだ。おかしいな。もう一丁。どうだ、始める。あれ。今度は先に進んでる。なんか不思議な現象ですが、先に行ったということならば続けてみようかな。 iPS 版で。すでになんか全然関係ない話になっちゃってますが、今回はちっちゃいエイリアンです。では早速ね、ちょっとどうしようかな。チャイリアンを集めたい。あー。また出たアラートが。ゲームボーイカラー専用です。先に進めないや、仕方ない。ちょっとねランクを下げた TFT 版ゲームボーイカラーでいきたいと思います。道路走らせてみて。始める。こちらはねおそらく行くのかな。早いぞ。いや、まさかね、そんなことが起きるとは思いませんでした。先に進めてます。問題なく、ちっちゃいエイリアンを集める場面まで行きそうですね。まあ、この辺でね、ちょっとなんだろう、餌みたいのを用意して、こちらに注入して、ちっちゃいエイリアンを集めます。とりあえず、身近な赤外線といえばリモコンなので、この辺でね、ポチッと押すと、このように、スペクトラムって言うんでしょうか。ゲームボーイカラーの液晶画面に、スペクトラムが赤外線キャッチするとね、映し出されます。ポチポチポチと押すと。よし、来た来た来た。あー、捕獲失敗。なかなか、一人でやるの難しい。発見。どうだ？捕まえたか？お、来た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 。来た来た。連打連打。連打でキャッチ。あー、ダメだ。逃げられてしまった。もう一度。現在サーチ。来るか。お、発見したようですよ。ロックオン。さあ、ここで連打です。連打連打。連打遅いよ、ひじきくん。ですね、もう一回やり直しますね。ちょっとね、コツがいるんですね。慣れると簡単です。まあ、適当に赤外線を発射させて。あ、簡単と言いながら失敗してしまった。よし、来た来た来た。連打してロックオンです。ここで連打。左のね、緑のゲージが赤になる前に連打。間に合うか。あ、捕まえたよ。捕まえた。あ、震えた今。振動しました。来た。なんだこいつ。なんとなく来ちゃった。捕まえるかということなんで捕まえます。まあこんな感じでね、どん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 ちっちゃいエイリアン、チャイリアンというのを捕まえていきます。で、確かね、最初にすす払いするんですよね。そのすすがダークマターというものになってます。こいつを宇宙に放り出して地球をね、また明るくするというのが一つの目的です。もう一つ、電球なんかも赤外線が出ていますので試してみたいと思います。こんな感じでね、
近づけたりなんだりすることによってスペクトラムが変化しています。ロックオンしました。早速ロックオン連打。ちょっとねカメラ持ちながらなんで大変なんですが、どうだ、あ、捕まえましたよ。今回結構いるぞ。結構います。何匹か捕獲した。ウサキン、ウサキンゲットだぜって感じ捕まえます。次またいる。今回いっぱいいるぞ。無難だ無難なんですね。こいつも捕まえました。まだいるかな、まだいる、震えてる。急ぎあ、ちょっとね効果的にね振動が使われてますね。まあ、ちょっと小さいんですが確かにポルポルポルっと震えています。お、再びサーチが始まりました。どうだ、あんまりね電柱に近くてもダメなんだよね。近づけたり遠ざけたりすることによってこのようにね近すぎると反応しませんね。わあすごい、これは来るぞ、これは来る、来た来た来た。どうだ、キャッチ、連打連打、取れました。どのくらい入ったかな、 2,3 匹いそう。パルプまたなんかね新しいのを捕まえました何でしょうね、こうよくわかんない虫を探す喜びがありますね。1匹だったわ。まあ、このねゲームのディレクターをしたのは、まあ、元任天堂社員、現在クリーチャーズに所属しているね、田中さんですね。あの、まあ、バルーンファイトとかレッキングクルー、メトロイドとかね、マザー関連、ほとんど作曲してますね。まあ、代表作非常に多いです。まあ、ポケモンのね目指せポケモンマスターの作曲200万枚弱売り上げたんじゃないでしょうか。まあ、なんといってもね、あとハードウェアでは任天堂のゲーム機、まあ、横井軍平氏の下でハードウェア音源を開発したりとかもしていました。そんな彼がですね、あのソフトディレクターとして作ったのがちっちゃいエイリアンです。ちょっとね発売時期とかもあってかセールス的には振るわなかったかもしれませんが、非常にねポストポケモンといいますか、あのチャイリアン収集して、まあ、育成して、まあ、交換すると非常にねポケモンっぽいところがあります。悲しいかな、時々ねジャンクコーナーに電池蓋が取れちゃったやつが転がってることもありますが、まあ、見かけたらね、あ、こんなのがあったなと、まあ、遊んでみるのもいいかもしれません。ではまた。